バンキシャはオーストラリア・シドニーへ。出会ったのは藤田秀美さん27歳。今年4月、ワーキングホリデーを利用してオーストラリアに来た。看護師をサポートするアシスタントナースのアルバイトをしている藤田さん。日本人のなんか看護は丁寧だっていう風になんか言っていただいて、なんか日本人が来たらすごい、あ、日本人なのねみたいな感じで喜んでくださったりとか。時給は平日で30オーストラリアドル、日本円でおよそ2800円。そもそもオーストラリアの最低賃金は世界でもトップクラス。おのずと時給は日本より高くなる。そこに今追い風となっているのが円安だ。藤田さんの時給は円安が進む現在と1年前の為替レートで比べると300円ほど高くなっている。週に6日働き、1月の給料は、タックスとか引かずにと80万円。あ、80万、1ヶ月で80万円。1ヶ月で80万。すごいっすね。日本で看護師をしていた時は月給38万円だったが、今は80万円、倍以上に。しかしオーストラリアは物価が高い。この日訪れたのは日本食材店。目に留まったのはカップ麺。めっちゃ高いですよ。6ドル、100円もするな。食パンは日本円でおよそ600円。この店では価格は日本の2倍から3倍だ。高いものはほとんど買わない藤田さん。手に取ったのは納豆は、あ、今日安いですね。安い、半額だ。およそ280円の納豆。半額になっても日本のおよそ3倍だ。ありがたいですね。さらに、あ、お茶漬け狙ってました。これが安くなるの。あ、3ドルぐらい安くなってますね、はい、ちょっと食べてます。食費を抑えようと特売品を狙って買っているという。節約のため外食はほとんどしない。飲食店のアルバイトも掛け持ちしているため、月給は合わせておよそ100万円、月に80万円ほど貯金しているという。そこまでする理由とは、自分でこう訪問看護ステーションとかを立ち上げることと、やっぱりお金が必要になってくるので、そういう時のために今貯めてるって感じです。週4日のアルバイトでも貯金ができている人も。シドニーの日本食レストランでアルバイトをしている水野祐樹さん25歳。給料いいって、もう前にオーストラリアに住んでた友達が言ってたんで、それでお金稼ぎにオーストラリア来て。今年4月にオーストラリアに来た後、急速に円安が進んだ。現在の時給は日本円でおよそ2500円。日本では運送関係のアルバイトで週5日働き、月給19万円だったというが、今は週4日の勤務で40万円に。20万円は遊びに行ったりご飯に行ったり。これはなかなか日本じゃ無理ですね。そうですね、結構裕福な生活できます。家賃は10万円、残りのおよそ10万円は貯金しているという。円安の影響で給料が増えた人はタイにも。2年前にタイへ移住し、現地の日系企業で働く男性。幸福度みたいなのはだいぶ高いと思います。こちらが
男性が住んでいるマンション。こちらがプールなんですけども、結構今朝ですが清々しいです。物価が安く、プールやジムにサウナもついて、家賃は7万円だという。優雅な暮らしに、さらに最近は円安の恩恵も。男性の月給は2年前から変わっていないというが、円に換算するとおよそ25万円から29万円に。何もしなかったんですけど、はい、円安で、まあ、円に換算するとですけど 15% ぐらいは上がってます。自分の生活変えてなくても円のお金ってのは増えてるっていう。そうですね、はい。その帰る時にまた円安が収まってたら僕もちょっとショックなんで、まあ、少しずつ、まあ、今のバーツを円に変えたりはしてますね。